3219でーすと、そういうことは言うんですか。321もらいましょう。なんでよ、太田さんの321。なんでよ、カメラマンさんなのに321言えないのかわいそう。そんなわけない、想像以上やったね。笑ってくれて、そんなことある。そんなことある。元気がやろ、カメラマンってね。声高くて言ったかしら。カメラマンの息がやろ。本当よ、321言いたいみたいな。太田さんがじゃあ321言いたいから、太田さん321どうぞ。3、2。ボートレース裏剣だけぜー、イエーイ。よいしょ、パフパフ当たっとるかな。軍資金は、もう5000円ずつで。おお、いいですね。で、一応罰ゲームは今回、さっき説明したけど、その顔できるんだ。さすがプロ。今宮城のツイッター、はい、毎日あの足を上げてるんですけど。知ってます。女性の結構あの人気で。あ、そうなんですか。人気のコーナー、はい、インプレッション高めで。ということで、あのもし負けたら足の写真を撮らせていただくことで。まあぶっちゃけ足には自信あります。お、美脚で有名な私なので。確かに間違いない。罰ゲームになるかは分かりません。確かにね。てかプラスになったら大丈夫です。うん。なので終わった時点で5000円以上あったら、そっか。ということで早速予想していきましょう。しゃあ！チャンネル登録お願いします。大村どうです、初っ端。大村大臣、大村さんの公式のホームページの直前予想っていうやつがあるんですけど、結構当たるんですよ。自分読みますね、じゃあ。村松が一気に逃げる。本命1-23235、狙い目2135。これで買うよ。村松はスタート後に出られる気配ではないし、枠有利に主導権を握る。展示気配は田中がまずまずで、刺して迫る。マッコーの食い込みもっていうことです。もうこれ硬いって言ってるようなもんすね。マッコーさん、お願いします。早っ。はい、私の買い目はこちら、132、123、125、135です。ホームページ通り行った。ホームページの予想通り結構ガチガチ行ってますね。うん、ガチガチのやつ。 P さんは、はい、123、132、135、134。はい、1000、500、500。おお、行ったね。行きましたね、はい、似てますね。似てるね。さあ、あ、私4とか。ここはね、固く手堅く2人とも言っておきたい感じですね。1番、2番、3番、あ、いいですね。4番、いいね。いいよ。もう折り込み、折り込み、折り込み。ちょっと2がへこんでるのが気になってるのが。1周1マークです。まずはインカラによる体制は1号艇。さあ、3号艇が付け前方向、2号艇が刺していく。いいですね。いい。いや、さあ、陰線を仕切ってもらう。よくないね。リードは早くも2艇身ぐらい。いや、でも、2、3っぽい。1、2、3、1、3、2っぽいっす。いや、でも、2、3が外でやり合ったら4が。4正面から2マークの旋回、スタート前提。内側をピッていくわけ。落としてまる。2号艇が外全速逃げる。3号艇がちょっと行くのがなくなりました。いやいやいや、負けないで。そして負けないで。監督2番手には2号艇の田中太一郎が。3、これは 3。 いや、まあ腕は 3、 まあ3になると思う。4号艇の森友也後方でありますが、5番6番という体制。負けないで。1、2、3っていくらぐらいですか。さあ今度は4号艇先前体制。2番人気ぐらいだね。2番人気。上位の体制は1番、いける、まだいける、まだいける、まだいける。入っています。腕は3よね。腕は3。入るんじゃない？もう行きそう、行きそう。あ、はい、入った、入った、入った。さっきここ突っ込むから。伸びがよろしいってことですか、これ。1番、2番、ここ突っ込むから。3号艇先前体制、4号艇が外握っていきました。お願い！いい！いい！いい！あー、ほら。3になった。あー。で、3になったよ。目が張った。目が張った。1、2、3。1、2、3。まあ、3、2でもどっちでもいい。こっちからやっても怖いですけど。よし！そして3号艇先前体制。4号艇内側のから刺していこうかと。よし、もうピンって当たっちゃいましたね。肌みたいな。4号艇ゴールで第7競争。今1号艇村松ゴールイン。1、2、3でしょ。後ろは4番、5番、6番ゴールインです。500円。ピーちゃんは1000円。うえ。1、2、3、2番人気500円。よっ、おめでとう。2番人気、うん、よし。危ね危ね。
下関予想を見てみましょうか。さっき、はい、予想見て当たったからね予想やシーボー3連単134135143145153154で狙い目が3145-41353と4の頭ですね。で1の2着、まあ、実力的にはやっぱ那須さんなんですよね。4号艇の A1 ですし本当に。どうぞみかちゃんから。分からなくなってきた。はい、こちらベレン123-412-145-154-143の413、1頭4頭。はい、P も1頭4頭、4頭は1個だけ、しかも一緒、413。おお。142145、あと154は、これはファンの方がね言ってたの？うん。走る走るお願い。サンプルザ田中中野ね知ってる、あえてやる。お願いよ。3が言ってんな。大丈夫。どなた14 3か5 3っぽい。13まである。143ある。143ある P さんはある。どっちが今出てます？あ、3になるかも。え、134はない。なんで勝てないの、バカ野郎。 P ちゃんは134いいね。ほら、2番手は、いや、まだ全然ある。もうむしろちょっと出たけど、うちの分まださ、外からしか攻めれないんですよね。ここは生かしてはさせない。多分畑さん、あ、外行った。いや、うち行った。あ、でもそれじゃ入れんわ。もう生ききらんよね。お願い、伸びて。後ろから押してあげたい。後ろから押してあげたい。もう冒頭したよ。いや、もう一回狙っとるよ、外から。諦めの悪い男であれ。諦めの悪い男だよ。みかんちゃんと一緒でね。うん、ほら、いいね、上手。すごい、これはさ、分からんね。噛んじゃうもんね。おいでおいで。これはもうあれだね。そのリアクションやめてください。めちゃくちゃ喜びでリアクションしてみたら。こうしとけばいいの。こいつって思うで。乗ってきたよ。連敵。なんで私670円。いくらあるんですか。500円。おめでとう、的中。P ちゃん一応ここで、まあ2レースって言ってたんで。クリア。一応クリアです。はい、みかんちゃんは？みかんちゃんはどうします？この2500円を使って5000円以上にするか。はい、そしたらもういいってことですか？そうです、そうです。やりましょうかね。やるんだ。でもこれ使って負けたらあれです。プラスの中で遊ぶっていうのはある。おお。みかんちゃん2000円使っても勝ちよ、勝ち。迷っちゃいな。ロンさん、あっぱれ、ありがとう。いい感じ、じゃがりこの咀嚼音を集音できてます。 AMSR ASMR AMSR そう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 。だから勝負に出て、まだまだ罰ゲームの可能性もある方を引くか、2000円でどうせ勝つ方を選ぶかっていう。そうそうそう。どうします？超嫌な気分じゃん。どうします？ダダン。125-215-152-213-251、2頭結構多めです。5000円以上取れなかったらボクチンの負け。そうだね、はい、私は125-215-251-152-253、あと5頭の521も勝てます。 P さんも当たればもう、はい、P さんもどれでも当たればまくります。どっちも負けたら、一個も当たらんかったらどっちも罰ゲームです。二人とも5000円以下なんで、まだ行くっていうなら全然いいですけど。走ります。2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。行ってない。
ゴー！スクショしてくれたんじゃん。2位行ってない。スタート4号艇三好も負けてないところ。へ、良い感じ。いやいや、あるよ、2位ある。うわ、ない、うわ、ない。内側ついたのは5号艇中田、バックストレッチへと入ります。先頭は1号艇村上が優勢、2番手内から5号艇中田に走、3番手は3号艇5-1まである。なお第9レーススタートは正常です。 5-1 や、うそ。先頭争い、先手を取るのは内から5号艇中田、その懐を切り込んでいく1号艇村上ホームストレッチ。5-1や、外からリードを取ったのは、うわ、しかも5-1になる。なんで先頭5番中田五輪、5-2-1なんない。あ、いや、ゴールか、ギリさん。3番、2番、3番、接戦で五輪、そして4番、6番。あ、最後の最後にやってもうた。足出せばいいんでしょ、足出せば。斉藤さんで配信していいよ、足って5-1さん、ねえ、惜しかったよね。惜しかった。あんまりアップにしないでください。最近脱毛いけてないんですちょっと遠目でね。ということで、罰ゲームツイッターで。あ、ツイッターある。はい、宮城の。はい、宮城のツイッターです。はい、2人の生足が、生足3連発、生足3連発ずつなんで。え、お互い取っていいですか。お互い取っていい。あ、やった。そっちが助かるんでしょ。え、もう顔じゃなくてもう足のみにしよう。あ、いいよいいよ。あの宮城のあれ、全然全然いい。でもこう一ネタ欲しい、やっぱり。あ、分かった。いや、あの足の、あの足、のポーズして、足の指でピースできない、できない。そんなんでもいいし、なんか、なんかと一緒とかね。じゃあぜひツイッターの方フォローしていただいて、はい、お楽しみにしていただきましょう。ツイッターに行って、うん、足が良かったな、綺麗だなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。明るい、負けたのに。分かった。あのさ、あの壺みたいなのに巻きつけた足は、ま、めっちゃいいじゃん。巻きつけ足、めっちゃいいじゃん。